はい、それではこの表題の文献紹介を行います。概要です。この論文ではそうグラマティカルエラーコレクションに、評価学習を用いたニューラルエンコーダーデコーダーモデルを、提案しています。でこの評価学習を用いるとその分レベルの最適化が可能になって、で自動評価人手評価において高い性能を示すことができました。で最近の、グラマティカルエラーコレクションタスクの流れを見てみると、最初はそのトークンレベルの取り組みから始まって、フレーズレベルというふうに移行してきて、で最近だと、センテンスレベルを考慮したモデルが、研究されています。でセンテンスレベルっていうのは、出力文の流暢性を考慮するタスクで、文脈による単語選択や、コロケーションや単語の並び順などを考慮した、訂正手法になります。でこの流暢性を考慮したモデルとして、フレーズベースマシントランスレーションやニューラルエンコーダーデコーダーモデルというものが提案されてきました。で最近だとこのニューラルエンコーダーデコーダーが、高い性能を示しているので、この論文ではそちらを取り上げています。エンコーダーデコーダーの、最適化のところにマキシマムライクリーフッドエスティメーション最優推定がよく用いられているんですけど、その最優推定の欠点をここで挙げていて、ある地点で間違った単語を予測してしまうと、それ以降の単語の予測にも影響を与えてしまうというふうな欠点があります。で最優推定を見てみると、上の、この図はちょっとイメージで作ったんですけど、エンコーダーデコーダーモデルを示していて、最優推定はこの目的関数で、表されます。ある地点、時刻 t の、出力 y を求め、予測するっていう時は、その入力単語列と、あとそれ1個前の時刻の、予測単語を、考慮して、出力が与えられます。例えばこの、y2 っていう予測単語を出力しようとする時は、1個前の y1 っていう予測した単語が入力されて、それを考慮して出力しています。このようにしてしまうと、ある時点、Y2 の予測が、間違ってしまった時に、その Y3 を予測しようとすると、その Y2 間違った予測が、入ってくるので、その影響を受けて Y3 も、違う単語を予測してしまう。で同じように Y4 も後段の予測が、崩れてしまうというふうな問題が可能性があることを、指摘しています。そこで、この最適化のところに強化学習を、用います。強化学習はその報酬を最大化するように、ニューラルレインフォレストメントラーニングのパラメータを学習します。こちらがその、最適化の部分の目的関数になって、こちらの P の部分が、入力単語列に対する、予測した出力単語列の確率を表していて、この R っていう部分が、報酬にあたるところで、これが、正解単語列 Y に対する、予測単語列 Y ハットの、報酬を表しています。でこの式の値を最大化するようにパラメータ θ を学習するんですけど、この強化学習のこの R の部分のところが報酬になっていて、報酬の部分を次のページで説明すると、この報酬のところに GRU っていう文法誤り訂正のための自動評価尺度っていうのがグルーで、そのグルーの値を報酬に設定しています。でそのグルーの式がこちらになっていて、
原文を S、 出力を H で正解を R とすると、その原文と出力と正解の N グラムから N グラム適合率を3計算しています。で、真ん中の式の N カッコ HR とかいう項があるんですけど、これは例えば N カッコ A、B とかだったら、A の N グラム、 N グラムと B の N グラムの、その一致する N グラムの一致する数を示しています。で、例えば N カッコ HR だったら、出力した N グラムと正解の N グラムを比較して、その N グラムが一致している数を計算します。で、グルーの最後に BP っていうのをかけてて、これはその簡単なペナルティなんですけど、これはその出力分の長さ H として、正解分の長さ R とすると、その H と R で決められて、で、正解分長より、出力分長の方が大きければ1で、それでなかったら、0から1の間の数値を取るようになります。で、このペナルティをかけているのがグルーになります。実験です。使ったデータセットがこちらの表になっていて、3つ使っています。で、実験に用いたモデルが、こちらの表にある、6個のモデルです。で、そして、上の4個はこれまで提案されてきた手法になっていて、一番下の MEL と NRL で、 MEL がそのニューラルエンコーダーデコーダーに最優推定を用いたモデルで、 NRL がこの論文の提案手法である、そのニューラルエンコーダーデコーダーモデルに強化学習を用いた提案手法になります。実験の結果です。で、自動評価に加えて、人での評価もこの論文では評価しています。で、テストセットの中からランダムに200文を選択して、2人のワーカーがそれを評価しました。で、このワーカーっていうのは Amazon メカニカルタークで、お願いした2人になります。で、そのスコアなんですけど、このトゥルースキルアルゴリズムっていう、アルゴリズムが提案されてて、で、このアルゴリズムを使って評価スコアを計算したようです。で、これが結果になってて、見ると、開発セットとテストセット2つがあるんですけど、人手評価とグルーの値が出てて、で、まず人手評価の列を見ると、提案手法が一番高い数値になっています。で、グルーも同じく提案手法が一番高くなってて、提案手法が一番高くなっているという結果になりました。で、あと、その人手評価とグルーには相関があるというふうに載っていました。で、こちらが、グルーじゃなくて M2 スコアっていう自動評価でも、実験の評価を行いました。で、こちらも、開発セット、テストセットのどちらでも提案手法が一番高い性能を示しています。まとめです。強化学習を用いてニューラルエンコーダーデコーダーモデルを最適化するモデルを提案しました。で、最優推定の問題である単語レベルの評価に対してグルーを用いて文レベルの最適化に取り組んだところ、人手評価、自動評価において提案手法が優れた性能を示しました。以上で発表を終わります。